今は静かで平和だけど、急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。って言ったそばから？行こう。次は絶対先手を取るぞ。出ないとマーシャオファン、いやいや力しくないんだ。どうしました？どこか具合でも？もしかしてさっきの戦いで？今週の採取、核の醸造です。採取は光竜にある一定六州にそれぞれ一人いて、皆異なる外見をしています。文明と歴史があるところに採取は存在する。交流は長い歴史と豊かな文明を誇る土地です。なので最も多くの採取がいる場所でもありますね。また交流の各地域をそれぞれ統治する採取ですが、元は一つの存在だったという記録もあります。もちろん他の場所にも採取はいます。でも数としては交流よりもはるかに少ないです。ほとんどの交流の採取は竜の見た目をしていますが、その他の地域だと異なる見た目をしています。中には言葉で表現するのが難しい採取もいるのですよ。え、採取が？採取の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに採取が近くに見えているのですか？ということは漂白者さんは採取の共鳴者？でも今の今週採取の共鳴者はレイン様ですし。うっ、やばい、これって巨狼級の残像だよね。シカを助けましょう、漂白者さん。
この光で。脅迫者さん、気をつけて。一気に行くよ。行くよ。やっ、は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 っ、隙だらけ、はっ、はっ、油断した。これで終わりよ。